リーグ1第6節、パリ・サンジェルマン、PSG 対リオが現地時間19日に行われ、ホームの PSG が2、1で逆転、リ。ネイマールは、自身が獲得した PK を冷静に蹴つ、今季リーグ戦初ゴールを決めた。今シーズン、ユナイテッドの試合はダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、試合開始から、オネル・メッシとネイマールを中心に相手、ルに迫るも決めきれない PSG は54分、一瞬の隙を、彼、左サイドからのクロスに飛び込んだル、カス、パケタに、先制点を許した。しかし62分、ペ、ルティエリア内で、ネイマールが勝負をし、蹴ると、マロガストに倒され、PK を獲得。相手 GK の、おつき、自身で獲得した PK を冷静に沈めた。試合、初めから相手ゴールを脅かした。この背番号10の今、リーグ戦初得点は、貴重な同点ゴールとな。その後、後半アディショナルタイムにキリア、ムバッペのクロスにヘディングで合わせ、マウロ・イカルディが、決勝ゴールを決めた。合終了間際の逆転で勝利した PSG は、開幕から全連勝を6の伸ばしている。やはりバルセロナで演じたメッシとネイマールの関係は PSG でも両フランスの地でも猛威を振るっている。この合わせで今季リーグ初得点を決めたネイマール。ゴールは PK だったが、試合を重ねるごとに、目との連携でゴールを量産していくことは姿に想像できる。今後、このコンビからどんな後、ルが生まれるのか楽しみだ。